チェンデラワシ湾のビアク諸島ビアク諸島は、インドネシア東部、ニューギニア島北西岸、パプア州のチェンデラワシ湾にある島々。スハーテン諸島とも呼ばれる。ビアク島、スピオリ島、ヌンホル島ほか多数の小島からなる。多くの島は、熱帯雨林に覆われている。西洋人による最初の発見は1526年のポルトガル人の航海士、 ジョルジェ・デ・メネゼスによるものである。マラッカからマルク諸島までの航海中ボルネオ北部で嵐と強い、風によって東へと流され、ナネゼスはビアク島で上陸し冬を過ごした。マレー語、マルク語や現地パプア名にちなんで、彼はこの諸島とパプア島西部をパプア諸島と名付けた。以来、ビアク諸島は、ポルトガルの地図で、リアデ・ドム・ホルヘア・リア・オンド・インバーヌ・ドム・ホルヘア、リアで、 エスホルヘと呼ばれた。諸島は、スペイン人口開始のアルバロデ・サーベドラ・セロンによって、再び発見された。セロンは1528年6月24日に、ヤーペン島に上陸した後、ティドレ島から、ヌエヴァ・エスパーニャに戻ろうとしていた。島は、黄金の島を意味する、アイラス・デオロと名付けられ、1545年がレオン船、サンファン号に乗ったイニゴ・ウルティス・デレテスが、 裁縫している。諸島は1537年に、ポルトガルのギャスパー・ビゴスの海図で最初に地図化され、以後1540年の作者不明の地図、ジョアンデ・リシュボアや1560年のバルトロメウ・ベイリョの地図、その他ポルトガル、スペイン、オランダの地図などに見られる。1615年、オランダ人探検家のウィリアム・スハウテンが、ビアク諸島を探索し、スハウテンにちなんで、 スハーテン諸島と呼ばれることもある。ビアク諸島はパプア州で最も人口の多い場所の一つとなっている。ビアク諸島はニューギニア地方の他の地域と比べても最も高い蝶類固有種を持つ森林としてビアクヌンホール熱帯雨林に指定されている。森はパプアニューギニア本島と類似した森林となっている。100を超える蝶類種が存在し、 このうち11から16種はこの諸島に特有の固有種と見られている。これらには、倉掛ヒインコ、木原ラケラインコ、ビアクツカツクリ、黒コブバト、三日月姫アオバト、ビアク番犬ンン、二種のカワセミ、ビアクラケットカワセミと、青胸ラケットカワセミ、ビアクセンニョムシクイ、ビアクカササギイビタキ、ミソルクロヒラハシ、オナガカラスモドキ、ビアクメジロなどが含まれる。 蝶類同様に様々な固有哺乳類が存在し、29種が島固有の哺乳類と見られている。ケナシフルーツコウモリ属の一種の水辺ケナシフルーツコウモリ、ビアクフクロモモンガ、ジョビエンクマネズミ、オオハダカオネズミ属のユミスボーヤジーとユミスエンマエの二種などである。また、数種類の固有の蝶やディオレニウスアングスティケプスと呼ばれる一種の固有の蜘蛛が確認されている。 特に人口の多い美薬島などで多くの森林が木材切り出しや農場の開墾のために伐採されており、現在は勢いが減速しているものの伐採が続いている。諸島には2カ所の保護地区があり、スピオリ島のスピオリ島自然保護区とスピオリ島から橋でつながった美薬島の北美薬自然保護区で互いに近い位置にある。しかし、木材産業が復活してきており、 また、鳥類は、諸島内にのみ限定して生息しているため収集化に対して脆弱である。より強い保護と研究が必要な地域となっている。美薬諸島周辺でのダイビングは、観光客に人気の行楽となっている。ハシブトセンニョムシクイアシュハネが側面でなく、背中から生えており、多くのコウモリと見た目が異なる。ありがとうございます。